はい、こちらはですねキムチマーケットですね。キムチマーケット来てみました。キムチマーケットです。キムチマーケットに来たのはねこの人と来ましたよね、はい、今回初めてはね帰ってきてからね。そうです、マーケット来るの。はい、今日いろいろ買うものありますか。はい、あります。ある。はい、OK、じゃあ行ってみましょう。長芋ですね。長芋、長芋これ美味しいよね。山芋、はい、タレさん何買おうかな。しめじかな。しめじ、しめじこれがいいんじゃない。こっちのこっちのやつがこれ、こうするとこれフレッシュホワイトしめじって書いてあるね。なんかこれしますかね、うん、その隣の左の方、あのそれがよく使ってたやつよ、お店で。うん、あ、いいや、白にする。エッグプラントね。僕はねこの金剛石サマッシュルーム好きですけどね、これバターでちょっとこうソテーして醤油、美味しいですよ。こちらはレモングラスですね。レモングラス、この間ねタイカレーを作りましたけども、レモングラス、このチャイブフラワーですね、これが最高ですね。豚肉とかで炒めたら美味しいですね。昔はよくシルバーパレスに行って、これをねオーダーしてましたけど美味しいですね。このね今アメリカでもポン酢ソースがすごく流行ってるんですよね。これが1つボトルが$4.39ね。これはなんか焼肉のタレやね。焼肉のタレですね。これがねこのサイズで1本$6.69ですね。そんなに大きくないけどね。醤油、キッコーマンの醤油591ミリリッターで$6.99。これレトルトのカレーのセクションですけど、こちらはこれぐらいしかないですね。たくさんないです。でルーの方はこれだけしかないですね。種類はこのベジタブルのカレーで1パックが$3.99ですね。こちらのゴールデンカレーになったら$4.79。ジャバカリーのこのカレーのルー$6.49ですね。タイカリーのペーストですね。いろんなのがありますね。いろんな種類がありますね。これはグリーンカリーですかね。でこれが前回作ったレッドカリーですね。この缶は1つが$1.69ぐらいですね。高くはないですけど。まあ、ここはふりかけとかありますけど、まあ、だいたい1つが$5.99、まあ、$6.29な感じですかね。カツオみりん、やっぱりさすがの渡辺さんですね。やっぱり辛いもん好きですから、はい、今一生懸命キムチを選んでますね。キムチ大好きやね。キムチ大好き、キムチ大好き、辛いの大好き。これがカリフォルニアで作られているコシヒカリですね。2kg ですね。 4.4 パウンド、これで$14.49ですね。こちらはちょっとあの違う種類で$9.99。このコシヒカリですけども、この15パウンド、 6.8kg、 これを私よく買ってたんですけどもね、今日の値段を見てびっくりです。
値段が52ドル49にアップしてます。前回がね38ドルぐらいだったんですけど、むちゃくちゃな値段になりましたね。とこちらはスイーツがありますね。いろんなのがありますけど、この蜂蜜カステラっていう、これで6ドル99、スイスロールケーク、ストロベリー6ドル49、この餅が1個が22ドル99ですね。大福餅、これも1個が2ドル99です。 Okay, here the sake section. There's a cross sour. One bottle is $16.99. This is a 300 ml size. Cross sour nigori. $16.99.お茶ですね、340ml、 1缶2ドル49ですね。缶コーヒーです。3ドル79。蒸しだこですね、24ドル99セント、パーパウンドですね。納豆大好きなんですけども、この4つ入りの小粒納豆で4ドル99セント、こちらも値段上がってますね。納豆4ドル99ですね。うなぎのかば焼きは10オンスのサイズで19ドル99。このハマチのロイン強烈だと思いますけど、これ59ドル99なんですよね。北海道で作ったコロッケ1パック4ドル99。カニカマですね、1パックが6ドル99。大崎の方はちょっと値段がないですね。大崎はこちらのやつよりも高いので、この6ドル99ドル以上の値段のはずです。買いましたか、はい、もう僕コシヒカリの52ドルでショック受けて何も買えれない状態なんですけど、納豆とか見てください、日本の3倍だったのが4倍になってます、もうショックで何も買えないです。はい、以上